やほ皆さんこんにちは、ゲーム実況レイヤーの味噌汁です。今日はですね、オセロニアの超ゴムパレード来ているので、こちらのガチャを引いていきたいと思います。音声と音がずれているのは皆さん不具合ではありません。私はマイクをオフにしたまま撮ってたので後から声をつけております。さあ、今こんな感じで超ゴマパレードの説明をしているんですが、こんな感じでマゴマがいっぱい出てくる超スペシャルなパレードってことですね、みたいなことを言ってるんでしょうね。全然音声が聞こえませんけど、はい、ではこれ早く私ガチャ引かないかなって待ってるんですけどあ、ようやくガチャに行った。これ私無課金で進めているので、一生懸命貯めたこのかけら、星のかけらで11連いきます。そして3、2、1ピューをしました。さあどうなる。ここでネットがあまり繋がってないみたいで微妙な感じに画面がなってます。いやー、まさかマイクが取れてないなんてにも思わなかったよ。というわけで、じゃあ出るかな。もう緊張してるんですよね。あ、はい、というわけで S ゴマ1個も出ず。あー、ドブシーって言うなクソシーじゃねえはい、こんな感じでジュジュジュの撮影のね、来るんですけど、いやー、マジで。でも新しい A ゴマのマゴマが出ました。この子パンシーさんかな、パンシーかな、パンシーかな、ちょっと画面では確認できないですけど、この子が毒で、マゴマが盤面に2枚以上あるとターン500の毒ダメージということで、私毒デッキを作っているので、すっごいちょうどいい感じで、もう嬉しい感じ、もういても立ってもいられずデッキを変えに行ってます。はい、で残念ながらデッキをね仕立てるために亀さんを全部使ってしまったので、頑張ってこの夕方とかから一生懸命ギリアの姫カレーを回していきたいと思います。あー、週まだ始まったばっかりだから全然週末まで長いからな。神の亀、神亀パレードできなくて、はい。そして、最近の近況報告なんですけれども、クラスマッチもうエキスパート10と9を行ったり来たりしていて、もう10で1勝して9で1敗して10に落ちてまた1勝して9に上がってっていうのをもうここ数週間繰り返しています。あれなんですけど、まあこんな感じでオセロニアでございました。すいません、音声がなくて、チャンネル登録もよろしくお願いします。